バフムートに展開しているウクライナ軍が2023年5月10日、東部ドンバス地方ドネツク州で激戦が続くバフムート近郊でロシア軍の歩兵部隊を撃退したと発表したよ。ウクライナのシルスキー陸軍司令官も、バフムートにおいてウクライナ軍が反撃を実施した結果、バフムートの近郊の一部の戦線においてロシア軍が最大で2キロほど後退したことを明らかにしたぜ。でも詳細については明かされていないままだね。さて今回はバフムートでの戦況について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年からバフムート攻撃を継続しているロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者であるエフゲイ・プリゴジン氏が前日の9日に、バフムートの南西郊外に展開していたロシア正規軍の第72旅団が3平方キロメートルほどの陣地を失い後退したため、その影響でワグネル戦闘部隊は約500人の戦闘員を失ったと述べて怒りをあらわにしていたんだけど、このウクライナ側の発表を裏付けるものとみられているよ。この第72自動車化狙撃旅団はロシア陸軍の中でも最精鋭とみられていて、バフムート周辺に配備されているロシア正規軍の部隊の中では最も強力な部隊とされているな。これによってウクライナ軍の反撃の程度や、どこまで前進してロシア軍を押し戻したのかについては不明ながら、マリウポリ籠城戦で名を挙げたアゾフ連隊の初代司令官を務めたアンドリー・ビレツキー氏が、ウクライナ軍第3突撃旅団がバフムートで第72自動車狙撃旅団の第6大隊と第7大隊をほぼ全滅させ、さらにはグネル戦闘部隊を撃破して領土を奪還したと主張して、ロシア軍使っていた戦闘車両の多くを破壊して、かなりの数のロシア兵を捕虜として捕らえたことを明らかにしたみたい。またビレツキー氏は、このロシア軍第72旅団の撃退に成功した反撃作戦についてさらに、戦線の幅3キロ及び重心 2.6 キロの戦域で実施されたとしてこの地域がロシア占領軍から完全に解放されたと説明しており、プリゴジン氏が3平方キロメートルほどの陣地を失ったとの発言に関して、面積の多少の違いはあるもののそれを裏付けているとの声が出ているんだ。またウクライナ軍第3旅団の SNS における公式チャンネルにおいても、ここに2日間、バフムート南西部での反撃によって64人のロシア兵を排除したとして、ロシア軍に損害を与えた旨の情報を開示しており、ウクライナ軍当局も10日に第3旅団の第2大隊が、ロシア軍第72旅団が展開していた地域を攻撃する様子を撮影した動画を SNS 上で公開しているほか、アメリカのシンクタンク戦争研究所もまた、ロシア軍がバフムートのいずれかの戦線からロシア軍が撤退する様子が撮影された動画をツイッターで公開して、バフムートではロシア側は場当たり的な対応と指揮系統の失敗で、効果的な作戦実施が妨げられているとする分析を示しているぜ。このウクライナ軍第3旅団とロシア軍第72旅団が衝突したのは、バフムート西隣のイワニフスキーの南で、ロシア軍の支配下にあるクリチェイフカから見て西の地域で、多くの人はバフムートやイワニフスキーに向かって伸びているロシア軍の前線の側面に突破口を開いたと見ているんだけど、第3旅団がどこまで前進したのかについては情報がないんだって。また、ウクライナ軍はその南のバシキフカ近郊においてもロシア軍を東に押し戻していて、クルジュミフカやオザリアニフカ方面に向けて進撃しているとの情報もあるんだけど、こちらについても詳細はよくわかっていないというよ。いずれにしてもこれらの情報を総合すると、バフムート陥落寸前にまで追い込まれていたウクライナ軍が次第に攻勢に出ていることは間違いないとみられ、プリゴジン氏が指摘していた通りにウクライナ軍が側面を攻撃していると判断できるな。さらにドネツク州の南、州都ドネツクの西側においてもウクライナ軍が攻勢に出ているとみられ、マリンカの南に位置するポブジェダ付近まで進撃していたロシア軍部隊を東に押し戻して、ブーレダーの南あたりにおいてもエホリフカ方向に向けてウクライナ軍が前進しているのが動画や画像などで確認されているぜ。その他、ロシア軍が支配している可能性が高いとみられているベリカノボシルカの南東の地域でも、両軍の部隊が交戦していることが確認されているけど、
これは位置的に見ておそらくはウクライナ軍が計画しているとされている反転攻勢作戦に向けての威力偵察の可能性が高く、ロシア軍が構築している防衛ラインを突破するのに際して脆弱な部分を探しているのではないかとの見方が出ているね。その一方でワグネルのプリゴジン氏の他にロシア側からバフムートに関する情報が流れてこないことについて、長期間攻め立てていたにもかかわらず、当初プーチン大統領が宣言した3月末までに陥落させることができず、さらには5月9日の対ナチスドイツ戦勝記念日にも間に合わなかったことから、もはやバフムートを陥落させても大々的に発表する意味がなくなったためではないかとの見方が出ているみたい。戦勝記念日前にプリゴジン氏が盛んに砲弾が足りないからよこせというのに全くよこさないとして、ショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長を批判していて、5月5日には砲弾をよこさなければバフムートから撤退すると息巻いていたのが、翌日6日に砲弾の補給が約束されたのでバフムートに残るとそれまでに発していた撤退するとの発言を翻したんだ。しかし、おそらくは戦勝記念日に間に合わなかったことでロシア正規軍はウクライナ軍の反転攻勢に備える方針に変わったと思われ、バフムートから部隊を撤退させてその他の戦線の守りを固めようとしている可能性があるとの指摘があり、まだ砲弾が要求した量の 10% しか届いていないとして我々は騙されたと騒ぐプリゴジン氏が、バフムートを陥落させられなかった責任を問われることを恐れて、ロシア正規軍が撤退したことがバフムートを落とせなかった理由だとしてワグネルの責任とされることを回避するために、今から喧伝しているのではないかとの見方もあるぜ。身内同士の責任のなすりつけ合いが始まるんだね。ウクライナにつけ入る隙を与えるようなものだと思うけど、シルスキー司令官が11日に明らかにしたところによると、よく訓練されて練度が高いワグネルの部隊がかなり疲弊しており、その代わりに訓練の不十分なロシア軍部隊が配置されたが、戦闘で我が軍に敗北して撤退しているとしていることからも、ここまで攻勢を続けてきたワグネル戦闘部隊の損耗が激しいことはまず間違いないだろうとされ、バフムートにおけるロシア軍の戦線が一気に崩壊する可能性が出てきたと指摘する声も聞かれているよ。ここまで攻勢を続けてきたワグネル戦闘部隊の損耗が激しいことはまず間違いないだろうとされ、バフムートにおけるロシア軍の戦線が一気に崩壊する可能性が出てきたと指摘する声も聞かれているよ。バフムートを守る部隊の一つであるウクライナ領土防衛隊の旅団を率いるロマン・フリシチェンコ旅団長が共同通信のオンライン取材に応じ、ロシア軍は火炎放射器や榴弾砲及びロケット砲による攻撃を激化させているが、バフムート市内はウクライナ軍の勢力下にあるとしてこの先も徹底抗戦の姿勢を継続することを強調したほか、ロシア軍の後方の武器庫や補給路を効果的に叩くため、長射程の攻撃兵器が欲しいと訴えたんだ。そしてフリシチェンコ旅団長は、現在バフムートに展開しているウクライナ軍部隊は、領土防衛隊が主力であることを明らかにした上で、領土防衛隊の隊員は高い士気を保っており、装備や兵器充実していて問題はないと語ったな。このフリシチェンコ旅団長のコメントによって、バフムートでワグネルやロシア正規軍の猛攻に耐えていたのがウクライナ軍の正規軍ではなく、領土防衛隊であることが判明したぜ。西側のメディアや軍事専門家やインターネットに寄せられたコメントの中には、ウクライナ軍がバフムートに西側諸国から供与された戦車で編成された部隊を増援として送り込み、消耗させていると指摘する声があったが、それは単なるデマに過ぎず、バフムートを命がけで守っていたのは予備役による領土防衛隊であったことから、ウクライナ軍が西側の戦車によって編成された機構部隊を、すべて反転攻勢に投入できることが明らかになったとされているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。